結合角とは分子構造の構造要素の一つで、それぞれの原子から伸びている二つの化学結合のなす角度を示す。とも言う。結合相手の原子の方向が化学結合の方向だとして計算される角度を結合角とみなすこともあるが、曲がった結合を形成していると考える場合は、これらは一致しない。分子軌道は混成軌道関数の方向因子によって、 決定づけられるため、結合角も、結合の不法和度の違いにより変化する。すなわち、炭素の場合、SP3 混成軌道のメタンは、アークコス109.5度であり、SP2 混成軌道のエチレンは120度、SP 混成軌道のアセチレンは180度の結合角を持つ。結合角は、孤立電子体が存在すると混成軌道に影響を与えるため、 同一元素周期元素の水素化物であるメタン、アンモニア、水とを比較すると、孤立電子体の数に応じてアンモニア、水の順に結合角がわずかに小さくなっている。すなわち、SP3 軌道と孤立電子体の軌道との反発、あるいは孤立電子体軌道同士の反発により、結合角はわずかに変化する。結合角に関する3つの原子の位置で作られる角度と、 結合角とは必ずしも一致しない。これは、シグマ結合が同一軸上に存在する場合に、結合力が最大ではあるが、平行する倍軌道から構成される倍結合にも、結合力が働くように、シグマ結合が同一軸上なくとも結合力が減弱するだけで、結合自体は形成される。このように、同一軸上にないシグマ結合による結合は曲がった。 結合と呼ばれる。ありがとうございます。